GSH-6 から23は、QA-768 の名でも知られる、ソビエト連邦製の6方針 23mm ガトリング砲である。GSH-6 から23は、主にソ連ロシア連邦製航空機に、航空機銃として搭載される。多くのアメリカ製の機械動力式ガトリング砲と、異なり、電気動作式ではなくガス動作式を用いており、 ガス動作式で高発射レートのガトリング砲を作るのにはかなりの工学的混乱があるにもかかわらず極めて高い発射レートでの射撃を実現している。また、方針が規定の回転速度に達するまでのスピンアップ時間の大幅な短縮にも成功しており弾丸を適期に送り込めるチャンスが非常に短い高速化した現代の航空戦においては重大なアドバンテージである。 使用砲弾は、ロシア製 M-23-23X115mm 弾で、ある。球弾方式は、ベルトリンクもしくはリンクレスフィード。射撃感性は、電気式で、27V 直流式。発射レートは、最大で9000から1万発毎分にまで達する。しかし、この高発射レートのため弾薬の消費が激しく、 ミグマイナス31ホックスハウンドを例に取ると、260発の弾丸をわずか2秒以下で撃ち尽くしてしまうという欠点も存在する。アメリカ製の最も著名なガトリング砲である M61 バルカンとの比較では、初速は劣るものの、発射レートが50から66%高く、より大型の弾丸を発射することができる。さらに、g s a 6から23の重量は、 およそ 76kg であるが、M61 は軽量化された A2 型でも 92kg で、あり、GSH-6 から23の方がより軽量、かつコンパクトである。GSH-6 から23を搭載するのは、ス -24 ヘンサー戦闘爆撃機やミグ -31 ホックスハウンド洋撃機などで、他にもスプー -6 ガンポットにも搭載され、 これは45度の行角からマイナス45度の不覚を取ることが可能である。しかし、1983年に2機のスマイナス24が弾丸の早期爆発で失われ、その他にもシステムの故障などの問題が生じていたことから GSH-6 から23の運用はソ連空軍司令部の決定で停止された。そのため、現在では、 大半の搭載機からは取り外されており、搭載している機でも弾薬は積んでいない。ありがとうございます。